高速船は通常の船舶より高速で航行できる船舶の一般名である。定義は国や機関によって様々であるが、国土交通省会事局によれば、航海速力22ノット以上の船舶のことである。高速船の運航には外して経費がかかるため、並行して一般の旅客用船舶が運航されている場合には、鉄道の列車と同様に乗船券の他に、 特急料金や急行料金が必要となる。総動型高速船の形態を左右するものは、次の三つの要素の組み合わせである。上記三要素の組み合わせで、近年運行されているものを分類すると、次のようになる。なお、組み合わせにより名荷の名称に従っているものが多いので注意のこと。船体の素材は、必要な強度、工作性などにより、様々であるが、 高張力項または、警合筋は一般的である。なお、水中翼船ほど、船体不要力には、寄与しないが、高層時の姿勢制御や乗り心地改善などを、目的として、小さな水中翼を取り付けて、ライドコントロールと称しているものもある。なお、現在日本では就航していないのものとしては、反没型水中翼船、ホバークラフト、側壁型アクション艇などがある。 ありがとうございます。